佐々木氏、日ハム、野村の初球打ちにもったいない、巨人。2-8、日本ハム。1回戦、東京ドーム。2日に放送された日本放送ショーアップナイター。巨人、日本ハムで解説を務めた佐々木一博氏が、日本ハム、野村勇輝の打席について言及した。野村は0-0の2回無視1塁、2塁の第1打席。横川凱が投じた初球を打つも、佐々に倒れる。佐々木氏はランナーを進めなきゃいかんですよね。先制点が大事。それも初球ですから、それを引っ張ってレフトフライですから、受からん、どうかなという感じですねとちくり。0-0の4回無視2塁の第2打席も初球を積極的に打ちに行くも、言う頃で2塁走者を進められず。これに佐々木氏はどういう教育しているんですかね。2打席連続初球でしょう。1打席目も2打席目もチームとして受からん、不思議ですね。右方向に打つのは絶対ですと話し、結局日ハムにしたらこれだけ若い選手がいる。野球を教えないといけない。追い込まれたらしょうがない部分があるんですけど、2打席ともに初球なのでもったいないですねと指摘した。他の選手がカバーしてくれるといいんですけどねと話した直後、マルティネス、上川畑大吾の敵地打などで3点を挙げた。個人的には、ファイターズの中で野村選手が一番野球センスがある選手だと思ってたので、今シーズンは何かもどかしいですね。清宮選手も開花しつつあるし、万波選手は覚醒してるし、加藤選手もホームラン打ち出したし、これで野村選手も実力発揮してきたら、ファイターズはとんでもないチームになるんだけどな。あと、ファイターズは打率1割台の打者がいきなりホームラン打ったりもするから、そういうのもファイターズの面白さではある。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。